私は日本共産党を代表し、地方税法、地方交付税法等の改定案に対して反対の討論を行います。安倍総理は昨日、全小中学校、高校、特別支援学校に新型コロナウイルス感染対策として3月2日から春休みに入るまで臨時休校とすることを要請しました。25日の政府の基本方針でも都道府県の判断としていたものを急遽変更したのです。あまりにも唐突であり、到底専門的組織的な検討を経たものとは言えないものであり、自治体と教育現場は大混乱となり、国民住民からは不安の声が巻き起こっています。子どもを抱える親は仕事をどうすればいいのか、子どもを抱える看護師さんが休めば病院の運営に支障が出るなど、悲鳴が各地から上がっています。保育士、介護士、社会福祉士が休めば現場が混乱することは自明です。首長から社会が崩壊しかねませんとの声も上がっています。年度末で多忙な教育現場は朝から対応の検討が求められ、進学進級の節目にどう対応するのかも問題となっています。全国一律の休校要請は撤回し、それぞれの自治体の判断に任せるべきです。また感染拡大防止の最大の鍵の一つは地域の医療体制の強化です。重大なことは安倍内閣が公立公的病院を名指しをして統廃合やベッド削減を迫り続けていることです。地域の実情を全く見ていないなど大きな批判が上がっています。新型コロナウイルス感染の最大の防止の観点からも全く逆行することを厳しく指摘をいたします。安倍内閣は消費税を増税し、社会保障を連続解約する一方で、自治体リストラの推進と地方財源の抑制を続け、さらに地方交付税や地方税の性格を歪める改悪を繰り返してきました。本改定案もこうした自治体リストラを進めるものとなっています。まず地方交付税による自治体リストラの推進です。町費と仕事創生事業費の算定において、業格努力分の指標を立てて、人件費一般会計繰出金などを削減すれば地方交付税算定を有利にすることとしています。一般会計の繰出金の削減は高すぎる国民健康保険料税の一層の引き上げでますます貧困を広げ、公立病院の経営悪化を招き、安心して暮らせる地域の土台を崩壊させるものです。次に地域社会再生事業費の財源を本来地方税である法人事業税から取り上げて特別法人事業税に充てますが、地方税の拡充による地方自治の前進という点で逆行しています。また企業版ふるさと納税の拡充及び延長の問題です。企業と地方自治体の癒着を防ぐ仕組みもないまま、破格の控除で寄付を募る制度の拡充は自治体間の税収の奪い合いを助長し、地方税の原則を歪めるものです。さらに森林環境譲与税は災害対応を強調していますが、その譲与基準は森林整備の必要性に対応したものではありません。重要な課題である森林整備の財源は逆進性の高い森林環境税ではなく、国の一般会計での森林予算の増額や地方交付税によって保障するべきです。最後に地方財源不足を国と地方で折半するルールの継続は財源不足に対する国の責任を投げ捨てるものです。地方交付税の法定率を抜本的に引き上げ、財源確保に対する国の責任を果たすべきです。以上を申し述べ反対討論といたします。